豊島村立小宝島小中学校は、鹿児島県鹿児島郡豊島村の小宝島にある、村立の小中学校である。1930年から2016年3月の、うち、1979年の廃校から1988年の再開までの9年を除いた77年間、豊島村立宝島小中学校の分校であった。 トラツ列島の南部にある小宝島に唯一ある小中学校併設校である。2016年3月までは宝島にある豊島村立宝島小中学校の分校であった。また、豊島村三海留学制度が行われており、当該からの留学生の受け入れを行っている。1930年以前の小宝島には教育施設は設置されていなかったが、 宝島小学が公立移管された際に同時に小宝島文教場が設置された。しかし、1979年に児童生徒数が減少し一時廃校となった。その後1988年には小学校が、翌年1989年に中学校が再開された。1958年の在籍者数は小学校に14名、中学校に4名。 2001年の在籍者数は小学校に3名、中学校に1名。2019年時点の在籍者数は小学校に5名、中学校に5名となっている。そのうち小学生1名、中学生4名が3回留学生である。また、島民の約1、5が小中学生である。小法等中学校は、県内の公立高等学校の内全日制。 普通科に設定されている学区の制限を受けない、中学校の一つに指定されている。ありがとうございます。